こんにちは、ショーです。今日はですね、こちら S ランクのエキサイティングプレイヤー契約書来てます。中日ドラゴンズの確か柳選手ですね、柳さんの引いたカードのね、 S ランク契約書と、こちらプレゼントスカウトも来ております。はい、ということでこのプレゼントもありがたく受け取っていくと。でこの2つで青柳さんをしっかりと確保して60連でエナジーを消費するということがないように、していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではまず契約書の方を引いていきたいと思うんですけども、もうねここで青柳さん引いたら、ここでね青柳さん引いたらもう終わりですから、この動画ここで引いたら終わりですよ。はい、お願いします。動画配信者的にはすごい複雑な心境でございます。はい、お願いします。来い青柳さん。うおー、栗林さん。あー、そうか、栗林さんか。林さんはもう S も持ってるしね、微妙ですねこれは。はい、ということで、このプレゼント受け取っていきたいと思います。もちろん狙いは青柳選手です。もうね1回ね爆死してますからね。はい、第1弾の方で僕も爆死してるんで、もうちょっとねこれ以上はちょっと受け付けないんですけど ね。ここで2枚引きとかしてくれちゃっても全然いいんですけどね。おお、笑わない。あら、これあら、またこれはね悪い流れが来てますね。はい、ということでここで青柳さん引いていきたいと思います。お願いします。はい、ということでここからはね10連エキサイティングプレイヤー、250エナジーずつ使ってねやっていきたいと思います。3回目でランダムで引けますんでね、ランダムの S ランダムでここで12分の1引くんでね僕ね。はい、そこまでできればそこまででしっかり見ていってほしいかなというところです。ね、美課金でやってるとね60連まで引きたくないのよねやっぱね。さあここでワンチャン S ランクを引ければでかいんですけどね。さあニコリ、なしょね。いやー、きつい、やめてよっ。はい、それでは20連目いきたいと思います。いやー、きついな、それはきつい。おお、調子くん、レッツゴー。あるか、あるんかこれ、おい、あるんかこれ、おい、あるんか、おい、ないんか、おい、なしょね。はい、ということでこっから30、30連目、こっからは2段のエキサイティングプレイヤーの選手が確定になっております。はい、頼むよ、本当にここで引けるかどうかね、本当にでかいからマジで。12分の1、ここで青柳、おー、2枚引きあるんちゃうこれ、2枚引きワンチャンあるなこれ、ないか。こっからここから燃えて、もっと演出見して、いやーこれあるか、これって確定に前引きの演出とかあるんかねこれね。あっ、あー、びっくりした。あー、藤波さん、藤波さん、俺、おー、千賀さん、はい、ありがとうございます。はい、ということでここでね僕青柳さん引いて終わりたいと思います。それでは今日はありがとうございました。よー。